京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦オリックスバファローズ対スワロッテマリーンズの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、やはり連勝中というのはチーム内の雰囲気も良くなるんでしょうね。そうですね、もう本当に非常に明るい雰囲気で、今野球ができるという感じですかね。なるほど。まずはバファローズの先発西が京セラドームのマウンドに上がります。さあ、マリーンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、つまり打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。宗が抑えています。チーム全体が乗ってきますからね。初回からじわりじわりと点差を開いていきました。こちらが先ほどの配球になります。初球ボール、これが2球目。ストライク147キロ、ファウルになります。インコースボール、まあ、ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたいですね。打ちました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。うまくなってしまいましたね。バッターは振ってくるカウントなんで、ボール球でもよく。バッターボックス、ローズ、今日はここまでマルチ安打を記録しています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。さあ、怖かった。いい打球が飛んでいる。右中間を深く飛び上げるヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。バッターは5番ローズ、今日はここまで猛打賞を記録しています。フォアボールのランナーが出ています。インコース変化球、決まりません。落ちるボールは、これは外れています。ここは高めのボール、誘ってきましたが手を出しません。決めました。ファウルボール、フルカウントです。見逃し三振。打席には5番バッターローズ、ヒットでランナーを一塁に置いています。打った、センターに大きな打球、ぐんぐん打球は伸びている、伸びてセカンド投球、今日4本目のツーベースヒット。ツーアウトランナー三塁二塁。バッターは9番、ツーアウトになっています。
さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。これで3アウト、試合終了になりました。試合を制したのはオリックスバファローズです。上野さん、いやーチームは全体的に非常にいいですよね。そうですね、まあ練習中ということもあってね、本当に伸び伸びとプレーしてるんだという感じしますね。本当にそうですよね。勝ったオリックスバファローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のマリーンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。